静岡県の文化街。こんにちは、静岡県文化財課の遠野です。今回は静岡県浜松市北区稲佐町にある法輪寺をご紹介します。法輪寺は寛文4年1664年に開創された大幕宗の寺院です。大幕宗とは禅宗の一つで、京都の宇治にある満福寺が総本山です。ここ法輪寺では仏殿と法上が国の重要文化財、三門と仏殿に収められている仏像が県の指定文化財に指定されています。三門は県指定文化財です。正確な制作時期は不明ですが、17世紀頃に作られたと推定されます。三門をくぐって正面にこけら葺きが美しく整えられた仏殿が見えます。法輪寺の特徴の一つとして伽藍配置があります。重要な建物がまっすぐ一直線に並んで、その左右対称に他の建物が並んでいるという配置です。それでは仏殿に入ってみましょう。仏殿は寛永7年1667年に建立されました。大幕宗独自の中国明朝風の建築様式が特徴的です。畳ではなく瓦敷きになっているのも珍しいと思いました。中に入ると正面に本尊である県指定文化財の釈迦三尊像、左右の厨子に達磨太子像と武帝像があります。さらに両壁沿いの壇上には県指定文化財の24禅神像が並んでいます。24禅神というのは24体の仏教を守る神々のことです。これらの仏像は江戸時代初期の仏師光雄によって作られました。中国明代の様式を取り入れた極めて整った造形を日本古来の堅実な造像技法によって制作しており、江戸時代前期の優れた仏像の一群といえます。老朽化による損傷が見られていることから、現在順次修理事業が行われています。仏殿を出て後ろには住職が居住する法上があります。仏殿とは違ってこちらは茅葺き屋根です。茅葺き屋根は茅という植物を束にして積み上げて作っているので、15年から20年程度の期間を置いて吹き替える必要があります。前回の全体吹き替えは平成20年なので、今は状態が悪くなり美観を損ねている部分を直し、外観を整えています。法輪寺の数々の文化財はいかがでしたでしょうか。日本のお寺であるのに異国情緒も感じるような不思議な空間をぜひ体験してみてください。法輪寺の住所はこちらです。静岡県の文化財、次回もぜひお楽しみに。